今回のグランプリファイナルは2位に入りました。ミシェル・クアンさんです。出てきただけでも拍手。USA ミシェル・クアン。曲はビューティフルワールドです。五十嵐さん、スーパーファイナルでは残念ながら2位になりましたけれども、クアンのスケーティングの美しさは本当に定評がありますね。そうですね、まあ、スケート の、ね、その滑り方が、ね、すごく丁寧だっていうこともありますし、はい、それとやはり膝とか足首とか、まあ、すごく柔らかく使えますよね。ダブルアクセル。スワン選手の、ね、ジャンプっていうのは、調子のいい時はやはり飛んでからね、はい、流れが止まらないんですね。ですからそのプログラム全体のその流れというのが常に保たれるようなね、そういう美しさありますよね。トリプルルッツも綺麗に決めました。このゆっくりした音楽に合わせたクアンの演技は引き立ちますけど、歌が入ってるのも珍しいんですよね。そうですね、シングルの、まあ、試合ではボーカルが入れられませんので、はい、まあ、そのシングルの選手がそのボーカル入りで滑るというのはエキシビションだけということになりますね。日本のファンの間ではやっぱり長野オリンピックの印象もとても強いと思うんですけれど、やはり1年後のオリンピックもとても視野に入れて真剣に練習しているという話がありました。今回は2位でしたけど、やはりオリンピックに向けてこのジャンプの練習を特にしているみたいですね。そうですね、やはりトリプルとトリプルのコンビネーションジャンプとか、はい、まあ、そういったものがあるともう少し、ね、楽に戦えますよね。スピンは本当に綺麗ですもんね。